セオドア・バーナード・クルズウスキーはアメリカ合衆国入りの異ッ国軍サミット出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左だ。愛称はビッグクル。メディアによってはクルゼウスキーと表記されることもある。インディアナ大学時代はフットボールの選手だった。1945年第二次世界大戦によるアメリカ国内の旅行制限で温暖な地を 使用できなかった、紳士なキレッツが、同大学でキャンプを張った際にグラウンドキーパーのアルバイトとして居合わせ、打撃練習に参加して、素質を認められたのがきっかけで入団した。現役時代のクルズースキー。この頃はまだ半袖だった1947年4月18日に、メジャーデビューすると、翌1948年に一類種のレギュラーとなった。 丸太のような太い腕を持つ外見の通りパワーが売りで、1953年から1955年にかけて3年連続で40本類代上を放った。特に1954年は、打率326、49本類が141、打点の成績を残し、二冠王に輝いた。また、パワーだけでなく、 打率三割も七回記録の上に三振も九百五十五年の四十個が最多と確実性も兼ね揃えていた。さらに一塁の守備も卓越しており、九百五十1年から五年連続でナショナルリーグの一塁種では最高の守備率を記録していた。九百五十七年に追感板を痛め、翌九百五十八年以降はピッツバーグパイレーツ、シカゴホワイトソックス、 ロサンゼルス・エンゼルスの3球団を渡り歩いた。ホワイトソックスでは1959年、ロサンゼルス・ドジャースとのワールドシリーズでの活躍が目立ち、第1戦に2本塁打、5打点、シリーズ通算で打率、391、3本塁打、10打点と打ちまくった。エンゼルスには1960年オフのエクスパンションドラフトで指名されてからの遺跡だった。 1961年4月11日、記念すべきエンゼルス球団としての偉人となる、ボルチモアオリオールズとの開幕戦では、4番、一塁手、として、先発起用され、日本塁打を放った。この年限りで引退した。引退後は、レストランと野球学校の経営に力を入れていたが、1969年に、レッツ参加のマイナー球団の打撃コーチとして現場に、 復帰した。1970年より、レッツのコーチとなり、監督のスパーキー・アンダーソンを支え、1978年まで、務めた。1979年からは再びレッツの、参加マイナー球団の打撃コーチとなり、1983年に一時レッツにて、コーチを務めた以外は、1986年まで、ファームで指導を行った。晩年は、 心臓病に罹患してバイパス手術を受けたこともあり、それ以降はすべての職を辞して療養生活を送ったが1988年3月29日に心臓病のため死去。63歳ボーツ。クルズーズスキーのレッツ在籍時の背番号18。新死なきレッツの永久欠番に1998年指定。死後。 1998年1月18日に、レッツはクルズースキーがつけていた背番号18をフランク・ロビンソンの20、上毛ガンの8とともに永久欠番に指定した。ピークだった1950年代中盤、クルズースキーは自分でユニフォームの袖部分を切り、ノースリーブのユニフォームを着用して話題となっていた。 1956年、レッツはチーム単位でノースリーブのユニフォームを採用した。これは看板選手であるクルズースキーの盛り上がった筋肉を見せるためという説もある。パワーヒッターでありながら三振の少ない打者であった。前世紀の4年間の累計本塁打は171本であるが、その4年間の累計三振数は140個で本塁打よりも少ない。 年間40本類打以上で、年間の三振数が本類打より少ないという記録は、歴代のメジャーリーガーのうち6名が延べ10回、達成したのみの珍しい記録で、10回のうち最多の3回を、クルズースキーが達成している。ありがとうございます。